魔人ブーなのですか？そうです、忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんな奴が。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のダビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン！なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブブーの木が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。出るかどうかわからないけど、奴を放っておくわけにはいかない。奴が外に出て人々を襲い出したらきっと大変なことになるぞ。やるしかない。
トランクス君、どいつが魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー、海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った、こいつ食っちゃおう。ダーブラ、お前まだ生きてたのか。
バビディ様、そいつは、魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前、食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは魔術が解けたのか。お前たち、こんなとこで何してるんだ。クリリンさんたちこそ今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーが。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おうおう。バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。